はい、皆さん、お久しぶりでございます。しばらくね、ちょっと一週間ぐらい期間空いたんですけども、ちょっとパソコンの方をちょっと、新調しまして、で、結構、いいスペックのやつにしたんですけども、移行作業がかなりかかってしまって、ようやくね、実況取れるまでになったので、その間にもいろいろね、イベントあったんですけども、全部すっ飛ばしてました。そっちの方にね、勤しんでたもんね。で、今現在新しいイベントが、日本昔話ガチャが新しく出た。これフルボイス。で、この今日のにゃんこ。かわいいよね。もうね、ツイッターでも画像見てるときに、もうかわいいと思った。全員欲しいな。今日も来てくれたのか。ありがとな。ボーナスもちゃんと受け取れよ。で、前回のイベントの結果、多分もう出ないと思うな。もう出ないと思うな。キャラ2。キャラ2。ちょっとデータもね、多分前のパソコンの方に残ってはいるんですけど、ちょっと引っ張り出すのが大変なんで。2。あのままです。言っちゃうと、あの時、ストーリー見た、あのまんまです。そこから、新しくパソコンをね、やってたので。さあ、イベントを見ましょう。イベント1。なんだこれ。しょうがねえな。ちょっと割り込んでこないで。後ろのやつ割り込んでこないで。なんでこう半分猫になってる。やったね。トッティはなんかウサギのイメージあるけどね。おお。あれが俺が、ね、それは嬉しいよね。よいしょー。ちょっとマジか。あ、そうなの。ドリンクでこうなったの。パーカーだけど。モテモテになるドリンク。某別ゲームの、猫にみたいな感じになってるけど。ああ、なるほどね。まずかったんだ。写真。どうしよう。おそまつ兄さん。なんだ。どうした。いけない。そこじゃねえし。なまったままだけど。それはまんざらでもないよね。あ、なにどうした。ふん、しょうがないな。引っかくな、これは。引っかかんなかった。ん？そこは、返事する。返事が。喜んでんじゃない？喜んでると思うんだよね。で、いつもの感じの、溜めていくタイプで、ここもやっていくと。今回は全員欲しいな。20分アップもこれも使っていきたいな。活用していきたい。よし、ここから動けますね。瓶がまだないね。まだ瓶がないみたい。うちで保護しよう。ちょっといつテレビ出れんの。いろいろもらったからね。もらったやつ全部もらおう。1090ってことは一回引けるね。一つ相談がある。夢を与える。今回はどうなんだ、キャラクターに。いやー、毎日寒いね。違うみたいな。よし、勝負だ。今回はないんだな。よし、ガチャ引いてみよう。
ピントポイントアップするやつだけどね。多分それでもう稼いでいくしかないと思うんだよね。あ、でも2倍じゃないのか。2倍じゃないのか。10回プレゼント。なんだこれは。10回プレゼント。どういうこと？最初松ガチャは決められた回数分引くと。なるほどね。ってことは2体引けばかなりいい感じかな。いや違う、そういうわけじゃないのか。累計ガチャ。ガチャ数だからいいのか。10連引けば1回確定か。ふんふんふん。なるほどね。あ、でもな、ここでダイヤ使ってもな。かなり上がるからな。よし、行こう。汗で追加そう。シャッ。誰が出る？今ので一応星4以上確定。こんにちは。星5確定か。こんにちは。はい、こんにちは。打数だから一期5はエスパニャンコ。あったかい。うん。一期23は灯油持ってるよ。覚醒済みなんだよね。22は、希望の星トドマツ持ってる。やっぱり俺たちなんかに優勝は。まあ25話だね。一気25話持ってる。野球マン。野球マン。すごい分かるよ。25。ない、寝る前に動きたくなること。ないよって。一期3話、次回のね、おそ松さん二期の20話がね、こぼれば、これのね、続編みたいな感じで、こぼれ話集2だからね、すっごい楽しみ。ん？これは原始松さん来た。原始松さんの一番新規ね。明日早いからやめて。これも3話だな。一期3話。やっぱり俺たちなんかに優勝は。優勝はまずだよ。何これ、起きた、めっちゃ光ってるよ。重しました。わーい。え、そっち、そっち。そっちか。なんだっけこれは。なんだっけ、何のシリーズか忘れちゃったよ。納付ね。あ、一応ストーリー見れるんだ。よしよし、これで1体確定ね。よし、一応もらおう。ありがとう、欲しかったんだよこれ。つうか猫が友達とかありえないでしょ。引き換え上と一体もらえると。誰がいいかな。誰がいいんだろう。誰がいいんだろう。あ、生産数短縮ね。うん、
桃太郎を一寸法師、浦島太郎を、かぐや姫、早く持っててください。金太郎でしょ、一攫千金、花咲かじいさんか。誰がいいんだろう、誰もいいんだよな。文章的に面白いやつなんだ。誰が面白いんだろう。気になったのは市松兄さんだよ。市松兄さんをちょっと選択してみようかな。ほら早く持ってきてくださいな。選択します。ちょっと訪れしてるから仕方ないな。嘘、マジで、俺こういうの困る。すごいどぎついな。よし、じゃあ戻ろう。じゃあストーリー見ましょうかね。キャラストーリー、どうしたか、こっち見よう、こっちも見よう。納付、確か多分フルボイス。おい、違うのか、フルボイスじゃないし。おう、違うのか。どうした。ね、そうなんだ。水？うん。いやー。おお。うん。何の種？さっぱりわかりません。わかんないの。どういうこと？そう。それはないね。どこ行ってんの？はい。拾った。頼まれた。は？バカな。バカな。マジで？ないか。うん。数日後。いやー。ここで終わりか。次が見たいな。まあいいや、こっちだ。フルボイスを聞こう。よし、フルボイス。はあ、それで、あなたたち私に何の用ですの？もちろん、あなたに結婚を申し込みに来たのです、美しきかぐや一姫。ふん、絶世の美女とはこのこと。一目で心奪われた。あの、どうかよろしくお願いします。あはは、結婚しよう。僕を選んでくれたら一生退屈なんてさせないよ。そんな、私困ります。そうおっしゃらずに、どうか。わかりました。では、あなたたちに課題を出します。何でも言うこと聞きます。
まずあなた。はい、何でしょう。両腕で抱えきれないほどの猫じゃらしを持ってきてください。は？なんで猫じゃらし。次にあなた。は、はい。俵いっぱいのマタタビを持ってきてください。ま、マタタビ。お次のあなたは日本一大きな猫を連れてきてください。大きい猫？わかった。最後にあなた。はい。人気で入手困難の猫チナを購入してきてください。え、あれって予約が数年先まで入ってるとか言われてません？皆さんよろしくお願いします。あ、俺は。あなたは今すぐに目の前から消えてください。なんで俺だけ。ミュートにしてものすごい笑ってました。安定のカラマツ兄さんよ。で、全員からね結構申し込まれるんだけど、猫に関わるもので、なんであそこで伏せるの。伏せるとこまで。いや、喋り方がイチコに似てたけど。ねえ、さすがだよ。いい、さすがジュンさん。ジュンさん、さすがのあのトーンはすごいな。すごい説得させられる感があった。ちょっと着替えとこう。早速着替えよう。どれを外そうかな。クレノフィンジの獲得経験値。これ？この辺見る目ないね。これに入れて。うちで保護しよう。いやー、毎日毎日ありがたいね。あ、重視パスなんだ。重視パスのスキルなんだ。あ、有効度か。ほう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 。ちょっと待って、じゃあ一旦これに戻して。来た。バチコーイ。おりゃー。こうしとくか。付け替えましょう。で、重始末。おー。なんだ ?2 話。笑われたんだけど。笑われてらっしゃるよ。一姫様。やっていきましょう。じゃがいもゼロか。先にちょっとタッパ見せる。じゃがいもある。あ、じゃがいもあるけど少な。こうなったろ、この手だ。
手やんでやろう。で、売ってる間にこっちで植えて、いくつか植えて。なんだ？ゆっくりしてけよ、バーイ。いや毎日毎日寒いね。ダメだな。で、戻ってる間に、早い早い。ありがとうございます。よし、潮が変わったらしいんですね。あの、クルーザーが発見しやすくなったっていう。以前は船のところに行かないとね、手に入らなかったんですけど、ここの募集欄からこうやるとすぐにポンとできるっていうね、っていうふうにできるっていう。前に進まないと。だいぶ楽になったらしい。ゆっくりしてるよ。かわいい。今回は全員揃えたいね。よし、行こう。今回は頑張るよ。前回ができなかった分ね。待っててもなんもないのに、一回戻らないといけない。今回必要ポイント数高くない？イベントが遅いんだけど。違う、引き換えじゃない。いくついるの？イベント全開放2500で進んでって、最終的にはいくつ必要なの？2万、最低2万か。了解、ありがとうございます。スキル上がってるはずなんだけどね。終わってるよ、ね、うん、ユニットポイント 20% アップだよね。ジュース、これやってる間に2500。よし、2つ目だろうね。いや、そこはなんでプルプルしてる。何すんだよ。いいから。なぜだ。どうだろうね。そうなんだ。なにこれ、怖っ。兄を撃った。面白いのか。ありがとうございます。100% アップ欲しいな。あった。
あったけど、今から20分間か。ちょっと時間ないな。というわけで、とりあえず、まあ、紹介だけしたんでね。うん。今回、まあ、確定で1話でもらえると。プラス、ノーフが出てきた。ノーフ中止まった。まあ、フルボイスはね、いいんだけど、まあ、あとは頑張るしかないんだよね。貯めるには頑張るしかないんだよね。最低限まずは全部ここまでいかないといけないんだね、上まで。とりあえず頑張ろう。20日からね、2月20日から別、ペソーの方の新しいイベントも始まるし、それまでにある程度進めよう。